こんにちは。今回はガウェインを使った新環境のロイヤル、使っていきたいと思います。で、ガウェインが、4骨34で進化すると、56で、エンハンス6で突進持って攻撃するとき、指揮官カードすべてのコストをマイナス1すると。これなんか、最初発表された翻訳の段階では、手札の指揮官カードのコストをマイナス1って書かれてたんですけど、すべてって書いてあるから、チートやろ。何がチートかっていうと、こうマーリンの上理ご、マーリンのジョジョですわ。指揮官でこう手札を固めて、ガウェイン以外はこう指揮官で固めていくだけで、政治コマンダーが5コスとか、乙姫5コスとか、ローランが6コスとか、レオニダスが8コスとか、マーリンの上位互換やから、もう最強やな。もうちょっと使ってみるか。で、ちょっと紹介が、遅れたんですが、なんか評判あんま良くないみたいですね、このガウェインは。あんまり強くないと。ちょっと実際使ってみないと、ちょっと初めて使うんですよ。ちょっとね、実装というか、このメンテナンス上げてから、ちょっと時間が経ってしまったんですが、ちょっとできなかったので、ちょっと今、初めて使うんですが、どれぐらい強いのかね。勝ちました。えらいマスターランク高いな。まだ月始めやのに4000って結構すごいな。いきなり来たか。これ取って、オッケーオッケー。ランサー兵士やけど、今後、こう、ニコスのフォロワーカードの指揮官が、強いの出てくれたらありがたいし、なんといってもホワイトパラディン。ホワイトパラディンも結構強いしな、アグロには最強やから、小賢しい。とりあえずランサーでガードと。先行取ればね、アグロに対応できるし、やっぱランサー重要やわ。ニコス22の死後やから、もうそれだけで優秀やから。なるほど、なるほど。そうやな、3コスは、こいつ出しといて、ホワイトパラディンはいざとなった時に使いたいんですが、ちょっとこれ生成コストが高いかな。ゴールドカードとレジェンドカードが豊富すぎるな。グリムニール、なるほど。ガウェインかパラディンやけど、ここはおとなしく、攻撃します。パラディンはちょっと残しとくか。とりあえずメイドリーダーにこう指揮官をこう手札に加えておくか。オッケー。で、ガウェイン次進化すると、6コスでフロントガードジェネラルが出せるから、全然オッケー。てか、アグロネクロにグリームニール入れてるって結構珍しいな。やっぱ守護ってアグロネクロには入れないのが基本なんですが、取ってくる。取ってくんのか。取ってくるとしたら小賢しいな。で、小賢しい。あれ、なんで盤面取ってくんや。アグロのはずなん。でもアグロやったら、もう顔狙っていったらもうほんと勝てるゲームなんですが、小賢しいな。進化使って、すげえ。すごいけど、演出が、微妙かな。攻撃します。やっぱマーリンみたいな演出になるのか。で、これ実質マーリンやから、攻撃し、破壊しないと、どんどんこうスペルブーストじゃない、コスト下げられてしまうから絶対取ってくると。次のターンフロントガードジェネラル出せばもう1コスフォロワーなんで怖くないし、小賢しい。上がりますんで、小賢しいな。なるほど、なるほど。次のターンフロントガードジェネラル出すか。ただ、進化権を、ホワイトパラディンに使いたいから、ホワイトパラディン行くか。ホワイトパラディンを、出す前に、ジュワして、2コスっていうのがやっぱ強いな、ホワイトパラディン。2コスで出せるっていうのが。いや、なんか、ガウェインがなんか弱いとか言われる理由がちょっとわからないんですが、アルベール出すか。っていうか、強ないこのデッキ。前で対処できないんじゃないか。あ、別にビショップのこう消滅カードでラストワードの破壊しなくても、十分戦っていけるし、この死後を突破しないといけない。で、次のターンフロントガードジェネラルでまだ守られてしまうから取るしかないよな。で小賢しいな全部取ると。で死の祝福、いやアグロどうした方が強いような気がするけどな。小賢しいななるほど。で取ると、渾身打ちたいな。なんかフロントガードジェネラル打つよりも渾身2枚か。じゃあ渾身を打って、メイドリーダーをジュワして、渾身を打ってでオーレリア来たからもう勝ちました。まあ、オーレリア出せばほぼ破壊できないっていうか、ほぼというか全体除去のカードがネクロには負の嵐しかないから、もう勝ちかなケルベロス出します。あれ ?2、4、あ、負けたあーでばっこりやな、ばっこりそうか、ケルベロスってリーサルか。なるほど、4で6。あー、なるほどね。あ、別にこれ負けても動画にするので、まあ、全然構わんけどあ、まあ、この動画は別にそのね、勝つことが目的じゃなくて、こうガウェインを使ってみたっていう動画にしようかな。もう一回だけやってみるけどやっぱりちょっと予想っていうか、言われてた通りやっぱガウェインあんま強くないかもしれないな。まあ結構よく、いい動きはしてたんですが、オーリリアがもうちょっと早く来てればもうちょっと戦えたんかなあとちなみに、小高しいな、まあ、前回こう、BGM だけの、ガチのデッキをこう紹介したじゃないですか。であれの続き、違うリーダーの動画も、まあ、撮れたら撮ろうかなと思ってるんですが、結構ね、評判がね結構良くて、とりあえず高評価が多かったから、またね、上げれたら上げようかなと思うんですが、ガウェインって変死やったっけ。小高しいな。また上げようと思うんですが、まあそうやな、まあ、練習する動画もこう喋りながらやってると結構こう適当にね、プレイングしてしまってるから、あんま勝てないんですよ。だから実際こう強いデッキにもかかわらず、負けの動画になってしまうから、やっぱ実際こう強いデッキを見たいと、いう要望が結構あるからあ、小賢しいなこれ、小賢しいあでフローラルフェンサーを出したらエッグトマトの汁やば。小高しなるほど。オーレリアは別に取っといていいから、ここはガウェインをジュワして、お馬さん取っとくか。あ、やっぱ盤面取った方がいいから、お馬さん取っといてで、次のターンに、乙姫を展開して、その次のターンに政治コマンダー。まあ、この動きで勝ちやろ。ルミナス名人で進化を使う。でこれ無料で進化できんやんな。結構強いな。まあ、5コスで4号プラス2、1のモンスターが出てくる。なあら強いな。ただここは、乙姫出してで、まあ、進化を使いますで次のターンフロントガードジェネラル、まあ、進化はしなくてもいいかな。まあ、乙姫が残ったら、政治コマンダーでもいいんですが、でロッコスはなんかこのゴールドカードの、ワルフリートも使いたいなあ、なるほどね。進化はでもそんなさ、悠長に進化残す意味があるか。ああ、もう進化権は存分に使っていった方がいいような気もするけどなじゃあここは、ローラン行く。ローラン行っちゃってもいいけど、ここはでも政治コマンダーをジュワしてで進化を使いますと。でこれ多分無理やろ。もうロイヤルって全体除去が旋風陣ぐらいしかないから、もうこの時点でないと負けないあまあさっきの話のちょっと続きなんですが、まあちょっとガチのデッキでどのリーダー、これ難しいな、どのリーダーが見たいのかっていう要望をちょっとコメント欄に書いてもらえればちょっと検討しようかなと、思います。これ難しいな。なるほどなるほど。まあ、進化圏はないから、ランサーか。ワルフリート行く？ワルフリートをジュワして、でこれ死後つくんやろ確か。強いこれ。小高しいなこれ。で4以上やから、まあ4には越したことはないか。5以上か。5以上やね。いや結構このワルフリート強いと思うわ。フロントガードジェナ出しますんで。小賢しい。なるほどなるほど。で進化を使うと。まあレオニダスいっちゃってもいいかなっていうのだ。小賢しいな。なるほど。じゃあ、アルベールか。買ったんちゃうか。攻撃しまーす。で、まあこう出します。勝ちました。だから実際多分このデッキは結構強いと思うわ。さっきのちょっと試合運が悪かったから、アグロネクロが回りすぎたっていうのがあったかもしれんな。まあちょっと対戦相手が良かったっていうのもあるけど、なんかガウェインなしで勝ってしまったっていう2戦目はちょっと異様な感じだったけど、まあとりあえず今回はね、このぐらいにしときたいと